はい、皆さんこんにちは。いやいや、間違った。おはようございます。またまたすっげー縛れました。地面がね、凍ってます。地面が凍って、まあ大根はね、ほぼ植えたんで安心なんですけど、白菜がまだあるやつが凍ったかな。あそこまで凍ったっていうほど凍ってないかな。すごいですよ、綺麗ですよ。これそれより何よりアヒルの鳴いてるのが気になるよね。おはよう、空。うわうわうわ、やだやだ、すごいよ、綺麗だよ、落ち葉が。そしてね、朝日がね、ちょうどね、昇ってくる頃なんですよ。朝日が昇ってくる時刻がどん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 遅くなってきました。起きられないです。乾いてるから目をこすっても目がくっついてるって感じ。あ、凍ってるよ、ほら、電柵も。これ、いやー、わー、綺麗、わー、綺麗だね。アヒルどこで卵。あ、氷が凍ってる。いや、水が凍ってる。アヒルの、あ、だいぶ凍ってんじゃない。あ、だいぶ凍ってますね。そう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 、あの今日ですね、あの前、そうだ、藤原ひろのぶさんのインスタかなんかかな、見てて、わあ、完全に凍ってんじゃん。あのどっかの食べるところ、食べるところで、やばい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 、お腹が減ったら、こう、食べに来て、後から、あの、大きくなってからお金払えばいいよ、みたいなね。感じでね。うわ、これ、大丈夫かな？な感じでね、書いてる、飲食店の張り紙の、ポンと写真撮って、それをひろのぶさんが、別にこういうことを否定してるわけじゃないんだけどねっていう、あのね、やつがあったんで。で、それをね、今日なんか、ほうさんが、ほうさんの投稿を、ひろのぶさんが、千円札で惨めみたいな感じで、説明下手なんですけど。子供の心ってデリケートみたいな感じのね、投稿してたんで。いや、そうだよなと思ってね。いや、すごい凍ってる。考えてました。あ、まあ、自分だったら、その、子供たちに食べてもらおうとするんだったらと思うんですけど、まず、食べられない子供たちに食べてもらおうとするんだったら、街の中に行かなきゃいけないですね。街の中に、硬い街の中に行かなきゃいけないんで、街の中が、こう、街食べ物ないですよね。街の中食べ物ないですよね。そもそも食べ物ないですよね。いやー、密集してたら、そりゃ食べ物ないですわ。と、うちはそこから突っ込んでしまうんですけど。ね、密集してたら、それね、食べ物はね、やっぱりね、なくなりますよ。だってさ、あそこに餌いっそばらまいてんだけど、あそこ草ないもん。草生えてこないもん。人がいっぱいいたら。なんかやっぱりね、人と人との距離ってね、たくさんね、取らないとね、ダメだと思う。ダメだと思うっていうか、なんだろう、もうもっともっと散らなかったら、もうなんか根本的に
なんでしょう、農村部はガラガラでしょ、で町がもうぐちゃぐちゃなんだよ。それのまま、そのまま、このまま延長線で行ったらもう、いやなんかね、さみんな言うに、よく言われるのが、ここに行ったら買い物とかするんじゃないですかって言うんですけど、いや、買い物するに、いや子供たちもお店の近くに行けば買い物ができると思ってるの。違う、それはね、すっげえ大きな間違いで、お金がないと買い物ができないんで、街の近くに行ったら、お金がないと買い物ができないっていうか。だけど、ここら辺にいたら、もう、あるんですよ、いろいろものが。みんなくれるしね。街の中にいたら、たるき一本買うにもお金出さなきゃいけないじゃないですか。まあ、大根一本買うにもお金ですよね。たまに農家の人たちが持ってきて、ポイって、羽の大根とか、持ってってくれるかもしれませんけど、そもそも、ほんと町にいたら、なんでしょう、恵まれない人と、恵まれ、こう、裕福な人、裕福で恵まれてる人っていうのが、こう、パコーンって分かれちゃうっていうか、その、なんでしょうね、その格差をつけてしまう、そう、格差社会ですね。それを、こう、格差を広げてしまうっていう、すごいな、これ。じゃないのかなあ。このまんまその子ども食堂とかもいいんですけど、なんだろう、根本ほんと見直さないと、いつまでたってもイタチごっこ、まあ、よかれとしてこう、まあね、もうまだまだニワトリにやると、あのニワトリに例えるとあれなんですけど、餌をこう与えるじゃないですか、ポーンってそこの密集したところに。けどこれってば、あまり与えるとこればっかり目当てにしちゃうんですよ。でそこら辺にポーンってあるものを食べろって感じにすればね、そのあるもので、あるものを目指していくっていう。だからしてね、こう自然のものってずっとあるもんじゃないですか。けどこうやって、なんでしょう、米とか、その、ここにないものをここに持ってきて与えるっていうのは、それがなくなったらどうしようっていう不安があるような気がする。場所さえあれば、いろんなものが手に入るんだったら、まあ場所も取られてますからね。場所もなんか、農薬とか撒いたり、大規模な農業して取られちゃってるからね。いやもう国自体の問題だなこれ。まあけど、やっぱ田舎にはなんか農地あって、こうやって作れる場所がありますよ。引っ越してきた友達とかも、引っ越してくる友達とかもやっぱ敷地広いですし、野菜作ろうって私がめっちゃ言いまくってるという。これでね、いっぱいいっぱい作って、いやこんだけでいいよって言うから、いやいっぱい作ってみんなにこうあげればいいじゃんって、いっぱいできるよって、植えときゃなるよって感じでね、いつも言うんですけど、あ片付けてない、ここ片付けました、このネットね濡れてたからそのままにしてたら余計濡れちゃった。すっかりなんか冬の景色ですね。だから
まあ空いてる土地があったらもう作ればいいんですよ野菜。そしたら、まあ、大根1本でもおかずになると思うんですけど、サラダにシャキシャキシャキってさったら大根の葉っぱも食べられるし、子供農園をね作っちゃうとかね、子供を近くに農家が、農家っていうか土地があったらそこ子供農園にしちゃって、まあ自分たちで植えるって言ってもそんな場所ないのか、私が想像してるような、まあ自分のとこの学校だとあれだもんね、3人しかいないもんね、何密集したところに行かないからね。あ、これ綺麗に、綺麗綺麗、これこれ。すごい綺麗。密集したところに、あまり行かないんで、あんまりわからないというか。あ、けど、田舎は楽しいよって。田舎はね、本当うち旦那が死んでこっちに来たんで、もう子供3人いて街の中で住むの不可能と思ってここに来たんで、もう対等に普通に戦えないと思って、普通に街の中だったらもう本当お金なんで、お金をそのみんなみたいにバン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 こう稼ぐのがね無理と思って。綺麗でしょ綺麗でしょ、こんな草もこんな、しばれ上がって、綺麗になってる。無理なもんは無理だから、二つ目つけてんの。この田舎に来ればね、田舎に来れば、だって食べ物あるしさ、あ、ネギも凍っちゃってる。まだ凍ってないんだ。家賃安いしさ、そこら辺に植えといたら食べれるしさ、あれ？なんか栗の木になんかいる？だからね、ほんとね、ま、あと子供にこう不自由な思いをさせたくないと思って。自分のね、なんか努力で何とでもなると思って。狼子供は雨と雪みたいな感じだよね。もう畑になんか植えて、それで食べるって貯金もないしって。よし。いや、あれの場合は遺族年金とかもらえなかっただろうけど。ね。まあ、けどね、何にしよう、何にしろ、なんか登ってる。栗の木に。何にしてもね、すごいこれ。真っ白。ほんと街の中で生活するのって困難だと思う。けど自分がもし街の中にいたら、なんでしょうね。街の中にいたら、いや、そもそもお金を稼ぐ術がないから、街の中に行ったら野菜も作れないからな、今無理だな、何もしてあげられないかも、私はだって稼げないもん、お金として得られない、お金として持ってこれないもん、だって野菜作って売るとしたってさ、売らないでそのまま食べたりさ、してった方がさ、いいしさ、その、労働してっていうのもさ、それは自分のところでエネルギーのものを作ればいい話だから、それもなんか、それもわざわざそこにお金に変えるときに、いろんなものを、そのお金からいろんなものを引かれていくじゃない？そういうことをするぐらいだったら、自分のところでもした方がさ、
いい気がするんだけどね、葉っぱがパタパタ落ちてるね、私の考え方では。まあけどね、外で働くのが得意な人とかもやっぱいるからね、そういう人たちとやっぱり一人じゃ何もできないから、組むっていう、手を組む、手を組んで自分の得意なものを、パパパトパト落ちてる、得意なもの、得意なことをこう分散してやるしかないんだよな。うちはここでひっそりとしてた方がいいね。たまに誰か来たら野菜あげるぐらいだよね。本当は売ろうと思ってね、いろいろ作ろうと思ったんだけどさ、そしたらそれでなんかそれも違うなーと思って、そのお金にそれを価値としてやっちゃうと、あんまり値がなくなっちゃうっていうか、頑張ってんなアヒル、頑張れ頑張れ。まあ皆さんはどう思いますか。ちょっとね、ちょっと朝めちゃくちゃ考えてました。自分だったらどうするかなーって、自分だったけど、なんかもう土俵が違いすぎてもうわからないというのが結論でした。土俵が違うね、都市部になんで集まるのっていう話に自分はね、なっちゃいました。そもそもじゃん、そもそもなんで都市部に集まるんですか、わからないです。まあそんなんで今日はこれぐらいにしたいと思います。それでは皆さん、バイバーイ。で、あ、もう少しでスノーモービル乗れる、はい。